第5章。親分、ミノワの満七親分が乗り出しましたぜ。ガラッパチはまた何か嗅ぎ出してきました。あれから5日目、さすがの平次も手の下しようもなく考え込んでいたのでした。ミノワの兄貴はどんなことをしているんだ？と平次。お上の帳面にあるほどの娘氏の宴のあるのを片っ端から縛ってますよ。何は屋の番頭殺しは前の晩の土蔵破りに違いねえという見込みで。俺もそう思うが、あの手口はどうも玄人じゃねえ。へえ。それに何は屋の庄兵衛は近頃やりくりがあるそうだ。3000両なんて金は花っからなかったんじゃあるめえかな。そんなことがあるでしょうか、親分。平次の話はガラッパチを仰天させました。3000両の金を本店へ送る日元が来たので、あんな苦しいことをしたんじゃねえだろうか。小吉は何は屋には金がうなってるようなことを言いましたぜ。あの鎌吉だって怪しいよ。バカだか利口だか分かったもんじゃねえ。土蔵が破られたことを一番先におめえに話したのはあの男だろう。へえ。今までいろんな悪党にも会ってみたが、どんな不定やつでも悪いことをした覚えのある人間は岡っ引きを見ると黙っちゃいられねえもんだ。一番先に告げ口上するやつは一面怪しいよ。それにあの男なら力がありそうだ。和助を占めてから3000両ぐらいの小判はあっという間に5丁や10丁先へ隠せるだろう。港橋か豊海橋あたりへ相棒の船でも来ていちゃわかりっかね。平次の話は妙に鎌吉に絡んで行きます。でも親分は土蔵破りは足の小さい男で鎌吉のわらじを盗んで履いた人だって言いなすったじゃありませんか。ガラッパチは少しばかり友達の弁護をしたくなった様子です。わからねえな、そこだけだ。わざと自分のわらじを突っかけてつま立ちして歩いたらあんな具合にならねえもんかしら。鎌吉にそんな器用なことができるもんですか。ガラッパチは躍起となりました。じゃあ八、こうしてくれ。へえ。幸いおめえは鎌吉と仲がいいようだ。俺が聞いたんじゃ言わねえから、これだけのことを聞いてくれ。川開きの晩に主人の又左衛門はちょっとも外へ出なかったか。それから土蔵から千両箱を3つ運んだのは鎌吉だというが、一つ一つが4、5貫の重さがあったか。それからもう一つ、主人は和助とお妻の中に気がついている様子だったか。これだけ聞き出すんだ。へえ。言わなきゃ構うことはねえ。平次はてめえを疑っているから縛られねえ用心をしろと言い合い。拙者子だねえ親分。何が拙者なもんか。嘘をつかせるんじゃねえ、本当のことを言わせるんだ。へえ。ガラッパチが飛んで行くと、入れ違いに来たのは27、28の女。浜町の奥目でございます。親分さんにお願いがあって参りました。押しずに工場を取り継がせました。ことぶきという料理屋の女中で、通人たちにはよく知られた豊島。気性の優れたのと、取り回しのうまいので有名な女です。奥目さん、なんだい？用事ってな、めっぽう忙しいから色ごとの出入りに口を聞くのはごめんだよ。平次は打ちしおれた奥目を迎えてこんなことを言います。そんなのんきなんじゃありませんよ親分さん、仇を打ってください。なんだい、びっくりさせるじゃねえか。いきなり泣き出したりして。おめえの父親の仇なら酒じゃねえか。3年前に中風で死んだはずだ。おふくろはまだ達者だろう。
2、3日前にも柳橋で会ったぞ。親分さん、そんな話じゃありません。何を隠しましょう、亭主の仇で。へえ、おめえは亭主持ちだったのか。なにわ屋の和助さんと今年の秋は所帯を持つはずで、ないない家まで探していました。待ってくれ、そらおめえ大変なことじゃねえか。和助さんは内緒にしてくれと言うんで誰にも言いませんが、二人の仲は母親も承知しておりました。奥目は目ばかり拭いております。和助はいい男だったから方々へ罪を作ったことと思っていたが、女房持ちたは知らなかった。そんなことはどうでもようございます。それより和助さんを殺した下手人は私によく分かっております。親分さん、人を殺してのめのめと生きていてもいいものでしょうか。まるで俺が叱られているようだ。その下手人というのは一体誰なんだい。あの尼ですよ。何？何は屋の目かけ、今ではお上のような顔をしているあのお妻の尼に違いありません。私と和助さんの仲を裂こうとして1年越し再婚してあげく、うまくいかないので和助さんを殺したのでしょう。あんた綺麗な顔をしているくせに、ありゃ鬼のような女ですよ。嫉妬に狂った奥目は拉致もないことを言い募ります。待ってくれ奥目、土蔵に穴を開けたり、大の男を締め殺したり、3000両の金を持ち出したり、そんなことが女にできるわけやね。おめえはなんか恐ろしい勘違いをしているんじゃねえか。勘違いなんかするものですか。お妻が下手人でなきゃ、お妻に変な素振りをする鎌吉とかいう下男をそそのかして憎い和助さんを殺させたに違いありません。お妻でなきゃ鎌吉が怪しいというのかい。そんな見当じゃ仇の打ちようはねえ。親分、証拠のないことを言いやしません。お妻は何は屋の旦那に囲われる前から和助さんとはいい仲でした。なんだと。あれは元柳橋の芸者じゃありません。酢でもこんにゃくでも食える女じゃございません。話はだんだん面白くなりそうだ。まあいい、2、3日待ってくれ。おめえの亭主の仇は打ってやるから。平次は何やら思い当たることがある様子です。ガラッパチの報告には平次が考えた以上のことは一つもありません。5月28日の晩、川開きの花火見物にお妻以下奉公人は全部出かけ、留守番は主人又左衛門、下男鎌吉、それに下女一人だけ。又左衛門も鎌吉も家から外へはちょっとも出なかったと分かりました。したがって土蔵を破ったのは又左衛門や鎌吉でないことは確かです。和助とお妻の関係は又左衛門はことごとく知っていた様子ですが、何か司祭があったものか、嫉妬らしい言葉も聞いたものがありません。寛大なのか諦めているのか、奉公人たちにもわからなかった様子でした。土蔵から3つの千両箱を運び出したのは力自慢の鎌吉に相違ありませんが、その時は1つ3貫目はあったということで、これも平次の予想は外れた形です。そんなわけっすよ親分、鎌吉と主人の又左衛門が下手人でねえことは確かで。それから気薬屋はどうした。平次は妙なことを問います。あの辺りの気薬屋は一軒残らず聞いて歩くと、茅場町に何話屋の番頭さんに下剤の大王を打ったという店がありましたよ。名前は知らねえと言いましたが、親分の察した通り人相は殺された和助のようです。それからもう一度何話へ取って返して下女に聞くと、
あの千両箱の見張りをした晩、年寄りの左兵衛は喉が渇くと言って番茶をガブガブ飲んでいたそうです。お茶の出がらしはどこへ捨てたかわかりませんが、番頭の左兵衛に当たってみると、あの晩酔いに飲んだ茶は少し苦かったと言っていましたよ。やはりお茶の中へ台を入れて夜中に川屋へ立たせたんですね。よしよし、大方それでわかったよ。ご苦労。企みの深さがだんだん平次には分かってゆく様子です。下手人はまだわかりませんが、平次はおおよそ見当がついたらしく、超えて6月5日、新堀の何話屋に、与力笹野新三郎の出役をお願いして、関係者一同を調べてもらいました。その頃はもう、町奉行の調べは形式ばかりで、大概の事件は御用聞きと与力同心が下調べをし、動かぬ証拠固めをしなければ、奉行所のお知らせへは持ち出さなかったのです。土蔵の内外、和助が殺された現場、空っぽの千両箱などを、一応笹野新三郎に見てもらった上、何話屋の主人、奉公人一同、空っぽの千両箱を置いた奥座敷の縁側に呼び出されました。お知らせじゃねえから、近く張るには及ばねえ。あっしが順序を立てて話すから、違ったら違ったと言ってもらおうか。平次はずいっと一同を見回しました。第一番に、何話屋には三千両という金は鼻からなかった。およぶん、それは。主人の又左衛門は顔色を変えて乗り出しました。嘘だというのかい？それじゃあ、帳面を突き合わせてみるがいい。近頃、道楽が高じて出資が多い上、不義理の借金が積もって、どうすることもできなかった。左兵衛は年寄りで何にも知らず、和助はよく知っていたが、お妻と仕留めを忍ぶ中で、主人とは持ちつ持たれつだ。妾のお妻はきっと顔を上げて、平次を睨みましたが、平次の調子があんまり平らかなので、そのまま黙ってしまいました。5月28日の晩、奉公人一同を花火の見物に出した後で、又左衛門は和助と相談して土蔵を破らせた。釜吉のわらじなどを履いたのは考えた細工だが、素人の悲しさ、せっかく開けた穴が小さすぎた。が、それでもよかったんだ。泥棒に狙われるからということにして、石ころを詰めた千両箱を三つ、その死のうちに土蔵から持ち出し、この部屋へ置いて、主人と和助と左兵衛が交代で見張りをした。和助が台を買って、お茶入れて左兵衛に飲ませたのは、左兵衛を便所に立たせて、その後で空っぽの千両箱と入れ替え、罪を左兵衛に着せる魂胆だった。あくる日、石ころを詰めた千両箱を船へ積むわけにはいかねえから、どんなことをしても夜のうちに千両箱を空っぽのと変えなければならなかった。床の間の千両箱をただ持ち出しただけでは左兵衛が気がつく。和助と主人の細工は行き届いたものだ。平次の説明も行き届きました。誰ももう口を聞く者もありません。大王はよく聞いた。左兵衛が川屋へ立ったのを合図に、和助はかねて用意した空っぽの千両箱を石ころ入りの千両箱と変え、その場で主人の又左衛門をゆすった。恐ろしい緊張。縁側に居並ぶ者はみんな固唾を飲みました。主人の又左衛門は三千両の工面ができないばかりに、和助とお妻の仲まで多めに見ていたが、この場になってはさすがに腹を据えかねた。
和助の首筋に巻いた手ぬぐいに目がつくと、ついそれに手をかけて閉めるともなく閉めてしまった。そら違う、とんでもない。又左衛門は憤然として顔を上げました。和助を殺してしまうと、大急ぎで元の千両箱の石ころを縁の下へぶちまけ、それを土蔵の中へ返した。千両箱の隠し場所には土蔵の中ほどいいところはねえ。土蔵の中にある千両箱が上の三つ四つだけ埃のねえのも、真新しい泥のついているのもそのためだ。左兵に箱が減っていないかと聞いたが、左兵は一つも減っていないと言った。それで千両箱を土蔵へ返したと分かった。でなきゃ俺は千両箱を探しに大川へ船を出したかもしれねえ。三千両のことはともかく、和助を殺したのは俺じゃねえ。親分、それはメガネ違いだ。又左衛門は縁側を叩いてちょっとも引きません。よし、それじゃあ左兵に聞こう。平次は障子の後ろにいる左兵を顧みました。番頭さんは今しがた向こうへ行きましたよ、と鎌吉。何？左兵が向こうへ行った？大変だ、みんなで探せ。自害するかもしれねえ。井戸か土蔵だ。平次の慌てようは大変でした。下手人と見られている又左衛門一人だけ残って、でっちも小僧も八方に飛びました。まもなく、左兵の死体は永代橋の下流に浮き上がったのです。旦那、なんとも申し訳がありません。和助殺しの下手人は左兵と見当はつきましたが、証拠が一つもありません。幸い、千両箱の細工をした主人の又左衛門も抑えて、ぎゅうぎゅう言わせたら、忠義な左兵が自分から名乗って白状するだろうと思ったのでございます。主人を救うために飛び出して川へ身投げするとは気がつきませんでした。銭形の平次も、この時ほど恐れ入ったことはありません。仕方があるまい。どうせ、お仕置きになる左兵だ。笹野新三郎は、平次の心持ちを汲んで、深く責めようともしませんでした。ガラッパチが後で平次にせがんで、いつもの絵解きをしてもらったとき、平次は打ちしおれてこう言いました。左兵は大阪の本店の番頭だが、三十年も新堀の支店にいて、子供の時から又左衛門を育てた。近頃は少し猛禄して、店の方はあまり構わねえが、根が忠義一途の男で、又左衛門を自分の子のように思っている。それが千両箱のからくりを知った上、和助が主人をゆすっているのを見て、ついカッとしたのだろう。なる。だがな、八。俺はまだ疑っているよ。和助を殺したのはやはり主人の又左衛門じゃあるめえかと。へえ。左兵は主人の罪を聞くと、一言も口を聞かずに身を投げて死んだ。なまじ弁解がましいことを言って細工がバレるより、黙って死ねば主人を助けられると思ったかもしれねえ。あまりに深刻な推理に、ガラッパチも口が聞けません。まあ、いい。俺の手落ちにして又左衛門を助けてやろう。その代わり、お妻はあのままにしておけねえ女だ。平次はまた大きな失策を一つ重ねました。が、左兵が和助殺しの下手人になって死んだのですから、事件はこれで落着したわけです。それから八五郎と鎌吉がすっかりいい友達になったことも付け加えておきましょう。書室オール読み物文芸春秋社、1935年昭和10年6月号。